政府は臨時国会への提出を予定している特定秘密保護法案の原案を自民党に示しました報道の自由を明記した一方知る権利については盛り込まれませんでした特定秘密保護法案は安全保障に関する機密を漏らした公務員などの罰則を強化するものです原案には法律の適用にあたっては報道の自由に十分に配慮するとと,ともに これを拡張して解釈して国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならないと報道の自由に配慮する文言が盛り込まれましたしかし国民の知る権利については明記されていません政府与党はこの知る権利の扱いも含めて議論を重ね来月中旬の国会召集までに最終案を取りまとめる方針です